12月16日水曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。まずは予想天気図からご覧ください。このように西高東低冬型の気圧配置となります。日本海側を中心に雨や雪が降りやすくなりそうです。また太平洋側では日差しが届きますが、ところによっては雨雲雪雲が流れ込みますので注意が必要です。さあ、それではですね、この後の予想積雪量をご覧ください。16日水曜日から17日までの24時間の予想ですけれども、ところによってはピンク色の60センチ以上積雪する可能性のエリアもありそうです。無理な外出は控えるようにしてください。では各地のお天気、改めてアイコンでも見ていきましょう。西高東低冬型の気圧配置となります。日本海側中心に雪となりそうです。降り方が強まったり、雷や突風、あられを伴う恐れがありますので注意が必要です。路面状況の悪化、そして視界の不良にお気をつけください。一方で太平洋側では日差しが届くところが多くなります。ただ東海や東北の太平洋側では雨雲や雪雲が流れ込みそうです。名古屋などでは朝までに市街地でも積雪の恐れがありますので、通勤通学の際には注意をしてください。そして各地の気温を見ていきますと、明日も全国的に冷え込んでいきそうです。一日を通してなかなか気温が上がりませんので、ダウンコートやマフラーなどで暖かくしてお過ごしください。以上、全国のお天気をアイコンで確認していきました。